声楽で日本歌曲を歌ったんですけど、やっぱり日本語なのでみんなに分かる曲だと思ったので、その作曲者とか作詞者の意図をたくさん考えて、恋の歌なんですけど、すごく1年間かけて研究して歌ってきました。4月から小学校の先生として働くのですが、やっぱり私はこれまで音楽にすごく力を入れてきて、その楽しさだったり素晴らしさというのをすごく感じたので、それを次私が子どもたちに伝えられたらなというふうに思います。4年間の集大成として、自分自身はもちろんですけど、お世話になった先生方やと家族友達がこう聞きに来てくださって、もう自分のベストを尽くして演奏できたと思います。